鮭おにぎりね。まあ、まずおにぎり30連発ってことで、セブン、ファミマ、ローソンの3つの店舗どこにでもありそうなおにぎりを選びました。鮭おにぎり買う人は急いどる人じゃね。とりあえず鮭買っときゃ間違いないだろうっていう。鮭は絶対裏切らん。急いでコンビニ寄った時とか、うん、どれ買おうかなって迷っとる時間ないのよ。じゃけん、ガーって鮭取ってバーンレジに出すね。コンビニに車止めて10秒やるから飯買ってこいってったら絶対みんな鮭おにぎり買ってくる。じゃけんもう鮭おにぎりはレジに置いといた方がいいかもね。 昆布ね。実は昆布のおにぎりってなんかこう、あんま俺の周りに買う人おらんのよ。でも根強いファンがおるね。おにぎりといえば昆布でしょうっていう人が世の中には絶対一定数おるんよ。その人たちが昆布を支えとる。そのおかげで未だにおにぎりの最前線に昆布が並んどるよね。じゃきゃあの、なんか心なしか昆布も謙虚に立っとるよね、あそこにね。お世話になっております、みたいな。 梅ね。梅はやっぱ年配の人が好きじゃね。おじいちゃんおばあちゃんがおにぎり売り場の前で、よいしょ、言って、梅取って、ほんでそれレジで払って、くーって開けて、くーって食う。ほんで思ったより梅が多く入っとって中覗く。ツナマヨね。 これやっぱ若い人が食うね。10代の人はみんなツナマヨ買う。比較的安いし。何個かおにぎりを買う中に絶対1個はツナマヨ入れるね。ツナマヨを軸にして他のもの買うんよ。まあ、大体もう1個おにぎりと唐揚げ棒。ほんで唐揚げ棒食いながらツナマヨのおにぎり食うんよ。ただね、あのツナマヨは自分は絶対買われるっていうおごりは捨ててほしい。なんなら俺は2個買ってもらうんだっていう向上心を持ってあそこに並んでほしいね。 からしメンタイコね、これ毎日おにぎり食っとる人。鮭、昆布、梅も毎日食って、ちょっと味変しようかなー言うてからしメンタイコ行くんよ。からし明メンタイコってやっぱちょっと変化球だよね。じゃあやっぱからしメンタイコのおにぎり取るときはフォークの握り方じゃないナックルもあるかもね。でもナックルだったらちょっと潰れるか。 からしたかなね。これは落ち着いた人が買うね。サラリーマンとか。騒がしい人はからしたかなのおにぎり絶対買わん。静かに取って、静かに払って。ほんで食う時はきちんと両手で食うね。食った後はちゃんとごちそうさまっていう。おかかおにぎりね。おかかおにぎり買う人はなんかもう一品欲しいなって人。弁当は他で買うんよ。ほんでなんかこれじゃ足りないようて。で、おかかおにぎり買う。おかかおにぎりってあんまり主張が強くないんよ。なんかさらっと食えるっていうね。うまいんじゃけどね。 ただ、おかかおにぎりもなんかあ、あそこに並んどるとき、ちょっと自信なさそうに立っとるんよ。なんかこんな感じ。ちょっとあの、三角の先っぽがちょっと折れとるよね。 エビマヨのおにぎりね。これ、小中学生が買うんよ。エビとマヨネーズでしょもうテンション爆上げじゃね食うときコツがいるんよ。常にエビマヨが口の中にあるようにして体験。あの、エビマヨのたまりを先食ったらもうそれバランスが泡になるんよ。じゃあけ、白飯を食って、ちょっとこっちのエビマヨも、あの、引きずりながら食うみたいな。あれで IQ 鍛えられるね。じゃあけ、あの、東大とか行っとる人は昔エビマヨめっちゃ食うよったんだと思うよ。鶏の唐揚げね。鶏の唐揚げが中に入っとるの。 マヨネーズも一緒に入っとったりしてね。まあ、これも元気な子供が食うよ。コンビニにうわー言うてダッシュで入って、ブワーンおにぎり取ってレジンにダーン出して。ほんで外でブブワー食う。一日中ここに米ついとるね。なんなら唐揚げがついとったりする。 ネギトロのおにぎりね、これ相当マグロ好きですよ。ちょっと好きぐらいじゃネギトロのおにぎりは買わん。でもネギトロのおにぎり存在感あるよね、あの並びの中でね。俺は他のおにぎりとは違うっていう自信をまとっとる。多分あのネギトロのおにぎり同士集まって、鮭の悪口言うとるね。あいつ生で勝負してないよな、言うて。 卵かけご飯風おにぎりね。これ買う人は冒険心あるよ。あ、でもこれはね、確実に興味をそそるよね。卵かけご飯風みたいな。中にあの、卵かけご飯が入っとんかなみたいな。なんなら茶碗ごと入っとんかなとか。なんかいろんな想像力をかき立てる。鶏五目のおにぎりね、この丸いやつ。これまあどこのコンビニでもあるんだけど、これうまいよね。だいたい普通のおにぎりとこれ買う人が多い。冬とかにこれ温めて食ったらバリうまいけんね。 ほんであの、必ずポロッと落ちて、ここでクッて受け止める。ほんでね、これ、海苔がいいんですよ。海苔がクッチーって五目おにぎりにクッてこうロックして、ほんで食べやすくしてくれとる。 牛肉おにぎりね、牛肉が中にに入っとんよおにぎり界の中では割と最近入ってきたね。鮭とか昆布とか梅とかの子さんがおる中突如現れた。まあ邪道っていう人もおるじゃろうね。その中でも負けずに牛肉おにぎりは頑張っとる。ただあの並びの中でね、センターの座を狙うのはなかなか厳しいよ。あの中でね、牛肉おにぎりが勝つためには、ダンスとかしたらいいかもね。 チャーハンおにぎりね。これは現場系の人が買うね。絶対チャーハンおにぎりなんよ。朝コンビニに寄ってセッターとチャーハンおにぎり買う。ほんで車の中で眠そうに食うんよ。もうあの、あくびのまま口におにぎり入れるよ。ほんで食った後は一服ふーってして、そろそろ行くか、つっ,って仕事向かう。 焼きおにぎりね。まあ、これもどこのコンビニでも売っとんだけど。これなんかね、お菓子感覚で食えるんよ。俺だけかななんか飲みに行った帰りにこれ食いたくなるんよね。ほんでコンビニ寄ってこれ食いながら帰るんよ。一瞬でなくなる。お、い今食った俺。横におる友達に聞いたりするけど。おおお食った今。ソーセージおにぎりね。<laughs> これね。これはヤンキーがよく食っとるよね。夜中コンビニの外で食ってガッツイとんよ。ま、あなかなかボリューミーよ。 ま、あこれはとにかくやっぱね、元気な人が食うよ。ほんで食うときはあれソーセージがちょっとずれるんよ。じゃあけん一気にいかねえけんの食った後、バリでかいゲップ出る。ぼえ近隣住民何事か言うて外に出てくるね。オムライスおにぎりね。これはやっぱね、食う人はええやつ。絶対ええやつやね。悪いやつこれ買わんけん。食う前にこれ眺めるんよ。ほんで笑顔で食う。ほんで噛むときは目閉じて味わうんよ。 なんか会社の怖い部長とかがね昼飯でこれ食おうよったら一気に好きになるね <music> 赤飯のおにぎりねこれはいいことあった人まあ会社でいいことあったのか身内でいいことあったのか分からんけどとにかくいいことがあった人満面の笑みで買うねレジに出すとけほんで普通にうまいんよこれもちもちしとって俺別にええことなかったとしても買ってしまうね 半熟卵のおにぎりね。これはテンション上がるよね。もうだって卵が埋め込まれとるけどね。ルビーとかダイヤよりテンション上がるね。まあ大体これもやっぱ若い兄ちゃんとか食っとるね。半熟卵が落ちんようにこうやって食うの。ラスクの食い方。もうこのおにぎりもね、もう、あの、おにぎりコーナーに並んどるときもう自信満々じゃもんね。好きなんでしょ俺のこと好きなんでしょみたいな。チャラいおにぎり。 マイタケおこはね、これは渋い人が買うよ。じいちゃんばあちゃんとかがね、やっぱ買ったりするよね。二つぐらいこうって、なんなら帰って茶碗に入れて食うね。でもね、これ俺も食ったりするんだけど、クオリティバリ高いけんね。旅館でこれ出てきても、ああ、そういうもんかなと思うよ。朝ね、おかみさんが、おはようございます、でこれを出してきても、ああ、いい旅館だな、言うて食うよね。つくねおにぎりね、これね、もういい加減にしてほしいよね。買ってしまうじゃん、こんなん。 おにぎりの上つくねが乗っとんじゃけん。テンション上がるよ。まんまと買ってしまう。これとソーセージ乗っとるやつと煮卵乗っとるやつ買う人は、ちょっとアホかもしれんね。<laughs> 俺もよく買うもん。アホだな思いながら食うもんね。もうなんかいろいろ乗せたおにぎりいろいろ売ったらいいよね。ハンバーガー乗せたおにぎりとかね。わかめご飯ね、これは落ち着いた人。つくねおにぎりとはもう真逆。まあ、とにかくなんかこれは小食の人が食うかな。なんか腹に入れとこうかな、みたいな。 登山するときとかにこれ持ってくねベーコンチーズおにぎりね <laughs> まだあったねこれもいいねもうこれおにぎりって言っていいのかねまあこれおにぎりゾーンに並んどったら1回は見るよね目が合うのベーコンチーズおにぎりはめちゃくちゃウィンクしてくるアイコンタクトすごいねで買っちゃう 熟成タラコのおにぎりね。高級なやつですよ。あの、紙の四角いやつに入っとんよ。またこの紙もええやつ使っとんよ。あの、半紙みたいなやつ。だいたいこのタイプのおにぎり買う人は金持ち。ランボルギーニでコンビニ乗り付けて買うね。ほんで買った後はヘリで買える。 黒毛和牛おにぎりねまあこれも金持っとる人よこれ食うぐらいならなんかもう飯食いに行った方がいいんじゃないかっていうねでもこれクオリティ高いですからね悔しいもんなんかうわークオリティ高いなあいうでも友達とコンビニに行って友達これ通ったらえお前パチンコ買ったってなるよね イクラおにぎりね。これも高級おにぎりですよ。まあ、これ買う人は完全にイクラ好きじゃね。金に糸目はつけん。いやでもこれもね、クオリティ高いですよ。プチプチじゃけん。なんかもうこれだったらもうなんか箸で食いたいよね。 このね、いい鮭のおにぎりですよ。これ買う人はもうよっぽど鮭にこだわりある人じゃね。だってあの三角の普通の鮭のおにぎりはあるけんね。それよりランク上の鮭おにぎり買うってことはやっぱこだわり強いよ。ただやっぱね、これね、俺も食ったことあるんだけどね。鮭のクオリティいっぱい高いけんね。今朝取ってきた鮭を焼いて入れとんかなみたいな。もう鮭なベイベイやね。 もち麦梅,梅昆布ねこれセブンイレブンで売っとんじゃけどこれは健康志向の人が買うねおばさまとかだってもうめちゃくちゃ体に良さそうやもん食物繊維の数値とか書いとる、ね、朝ウォーキングしてコンビニ寄ってこれ食うほんならもう120歳まで生きられそうやもんねスーパー大麦シリーズのおにぎりねこれも絶対体にいいよね風邪ひいた時とか胃腸炎の時とかにこれ買って食うね枝豆ひじきって両方むがいすぎる 塩むすびね。これはカップラーメン食う人。カップラーメンとこれ買うんよ。よく合うんよね。特にカップヌードルのカレーとか味噌とか。もうじゃけ、このおにぎりカップラーメンコーナーに置いといた方がいいね。どうも、向かいワンダーランドです。いつも動画を見てくださりありがとうございます。今回このコンビニおにぎりを食べるのはこんな人だってことでリクエストいただきました。ありがとうございます。まあ、コンビニおにぎり買っちゃうよね。俺もめちゃくちゃ食います。なんかね、酔っ払ったら俺帰り道におにぎり3つぐらい買って帰るんよ。 ほんで朝起きたら机の上にあって、うふっ。<laughs> まあ朝食うんじゃけど。俺何のおにぎり一番食うかなやっぱあの、半熟煮卵のおにぎりね。あんないつ食ってもうまいけどね。会社クビになった直後に食ってもうまい。あとあの、オムライスのおにぎりも結構食うんすよ。あれちょっと温めるのがうまいんよ。じゃあ店員さんに俺いつもあの、ちょっと温めてくださいって言うのよね。ほんな店員さんも、な枚んまいきなー、言うて、温めてくれるんじゃけど。あとあの、ソーセージおにぎりね。<laughs> あれ言っちゃうよな。多分あれ食っとる時の俺相当嬉しそうだと思うよ。もう万歳しながら食っとるもんね。あん食えんか。というわけで皆さんのおすすめのおにぎりがあればコメント欄で書いていただければ参考にさせていただきます。Twitter、インスタのリンクを概要欄に貼ってますんでフォローしていただけると嬉しいです。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。以上、向井ワンダーランドでした。ありがとうございました。